ッチョフォルダです。この前ラ・カンパネラの動画を投稿して、なんと3日間2日間ぐらいでもう5万再生超えちゃってます。これワンチャンバズるんじゃね、みんな活動してて。はい、それでは置いといて、でね、今日はラ・カンパネラを一応収録したので、最初の頃からちょっとあの動画をまとめてどのくらいビフォーアフターがあったかちょっと見ていきたいなと思うんですけど、ちょっと軽くラ・カンパネラについて話すと、完全初見ではないです。高校生の頃に過去に一回、まあ動画でも話したことあったんですけど、まあ過去に一回弾いたことはあったんですけど、まあ初めてやった時、久しぶりにやった時に、4年ぶり、5年ぶりにやった時に、まあ全然弾けなかったので、そこから思い出すのが大変でした。てなわけで、そのビフォーアフターを皆さん見てください。レッツゴー！グッバイ！ウォ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 ウ！ヒョン！出せ。おはようございまっちょー！フォルテです！はい！ありがとうございまっちょー！いやね、最近なんか YouTube が1日300人ペースでドン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 って伸びてるので、今日は皆さんの期待に応えていきたいなと思いまっちょ。で、このカンパネラなんですけど、まあ、1回譜読みしたことあるのでそこまで時間かからないんですけども、今日ちょっとできるだけあと何時間か練習して、どこまで1日でできるようになるのか生歌を見せたいなと思いまっちょ。懐かしいな。あ！はい、あれから1時間が経ちまっちょ。いや、今日はちょっとテンション高いのでマッチョゴリ押しのキャラでいきまっちょ。いやね、1時間経った様子をちょっとお見せします。まだ1ページ2ページぐらいしかできてないんだけど、1時間経った様子がこちら。
画ほんまに出すよ。ただ単に俺がご飯食べるだけとか許してね。結局83時間は必要でした。みんな上手になるためには多分100時間ぐらい必要だから、みんな一緒に頑張っていこう。まあね、これからも俺たくさん練習してさらに完成度の高いカンパネラに仕上げていくぜ。それではグッバイ。